よかったな。お前の。めっちゃ残念、よかった。足並み曲げた萩原か。まあ、その萩原でお前。あ、まずテンション下がってきた。テンション下がるなよ。もう上げてけ、上げてけ。上げてこうぜ、もっと。お前大晦日やぞ、お前。まあ、いいもう俺、お前ボコボコにするイメージしかできてないから。いいよ、いいよ。え？いいよ。おうおう。何でもいいよ。大発火したるわ、お前、みんなの前で。いいよ、いいよ。お逃げんなよ、お前、その代わり。お前じゃ、それは。走って逃げんなよ、お前。お前だよ、お前。マラソン大会じゃねえかんな、お前。逃げんなよ。めちゃくちゃ、ほんま。痛いことばっかりした。お前、ビビって逃げんなよ。分からしてあげるわ。え？大人の怖さを分からしてあげるわ。だから俺もあのもう一回これ、あ、痛い痛い、立ったってやってやるよ。おおお、かかってこい。うん、やってやるよ。めちゃくちゃタックルいったるから、ちゃんとテイクダウンディフェンスの練習しとけよ。テイクダウン、ちょっと長すぎたわ。いやいや、短い短い。だからしっかり練習しとけよ、お前。え？大恥かきたくないんやったら。いや、練習やる気ないもんだって。試合映像見るたんびに、萩原弱すぎて。おお、言うね。ジム行かなくていいかな、みたいな。お前、でも、前の。明日も練習サボる。行きとったやろ。え？会場までライジン大阪大会見に来てたやろ。うん。で、あの時、俺の試合も見て、あの、内村選手が前のめりに倒れてた。内村は、打たれ弱すぎ。だから、お前も、言うもあなた。内村に勝って引きがってる。もうマジで恥ずかしいかんで、ね、お前もだからああいう風に内村に勝って引きがってる。もうマジで恥ずかしいかんで、ね、お前もだからああいう風にマジでしたらどうしようってお前ちょっと思ったやろ。お前マジで、え、マジで内村に勝って誇ってんだったらマジで恥ずかしい。いやいや全く誇ってないし。え、まあ、お前は内村選手のようにそんな一発で気持ちよく失神はさせへんよ。え、てかあの距離で左やっぱ普通打たないから。あれマジで素人だ。言ってやったるから、お前は。いや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 、タップするなよ、お前も。え、タップするなよ、お前。何タップするなよって、お前。肘でめちゃくちゃ痛いこといっぱいしたるから、お前。うん。なあ、覚悟しとけよ、お前。だ、俺がまた肩を決めてやるから、俺またお前、痛い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 。何が？おう、え、やってみろよ、それ。やってみろ。めっちゃあんな恥ずかしいじゃん。やってみろよ。KO負けとかしたことないからさ。おう、どういう感覚なんだろう。おう、まあ、それはじゃあ大晦日か。味わわしてあげるわ。いや、無理無理しない。生涯ゼロだから。お前もあの、リングの上で、失神させた、ね。いいよ、いいよ。当たんないから。え？当たんない、当たんない。失神させるとか言って、いや、総合格闘家が俺に失神させるとか言って、うん、あの、ビビってどうせパンチなんて打ってこねえじゃん。舐めてるな、お前は総合格闘家を。いや、舐めてるもんだって、くっそ下手くそだもん、敵。まあ、お前のキックボクシング技術は、まあ、確かに高い。そこは認める。まあ、でも、いや、もうその時点でお前は終わって。ベルが違うから。ああ、終わって終わって。ナンセンス、ナンセンス。いや、お前は。ナンセンス。またやる気落ちた。新潟さん、あーもう聞きたくないな。まあだから MMA の怖さを捨てるわ。あ、ちょっとダメだな、センスがダメだ。センスがダメだな。お前のキックなんか知らねえよみたいなぐらい言ってほしかったのに。なあ、キックは見